結局、まあ、最終的にそやったら1年半2年ぐらいかな、うん、息子がちょうど7歳8歳ぐらいかな、もうそろそろ大きくなる頃で、うん、で僕が40になる頃で、うん、いやこれじゃちょっといかんなと、うんうん、これはちゃんとお金を稼がないとこれから息子も大きくなるのにこれダメだと思ってっていうことで、いわゆるまあサラリーマンというかラーメン、はい、ですね、うん、でそのラーメンをやろう、ラーメンに行こうと思ったのは、はい、三春さんなんですよ。おお、池袋。そう、うん、結構衝撃だった、うん、ラーメンってって自分の頭の中のイメージがビシッと変わったんですよ、うん、やっぱりこれじゃあ自分で作れっかなって僕何でもそうなんですね、うん、結局音楽でも自分もやれるかなとか、うんうんうん、そういうちょっとしたきっかけなんですけど、そう結構あのラーメンでも、うん、結構あの大関さんとかとも話したことあるんですけど、はい、結構ラーメン、まあ僕もラーメン好きから始まってて、うん、分かれるのが自分で作ってみたいと思うかどうか、はい、で僕はやっぱり高校生の時に美味しいラーメン食べた時に、あ、自分で作りたいと思って作り始めたんですよ、うん、でも大崎さんはこれまで一回も自分で作りたいと思ったことがないらしくて、俺それは理解できない、そうだからもう多分そこでラーメン屋になるかならないかっていう分かれ道がそこにあるんだろうなと思って、うん、その、まあ、サラリーマン14年やってたのは、はい、うん、何でなんですか。いや結局息子がもう就職をするっていう、そこまではもうちゃんとした安定した収入で、はい、行こうって行こう、まあ、行こうというとまあそうですね、まあしないとなっていう、うん、そうですなるほど、でちゃんと、うん、まあ、もう息子も卒業っていうか就職が決まって、うんうん、じゃあもういいよねっていう、もうそろそろちょっと好きなことやらせてもらってもいいですかみたいなっていうことで、それはあの奥さんとか関係で、はい、修行とかせずに、うん、自分でもう始めようっていうのはなかったですか。そうですね、それはあんまりなかったっていうのは、ラーメン味はいいんですよ、うん、味はいろいろ試してきたし、うん、理屈的なものとか体験したものもあるから、うん、まあまあ味はいいとしても、うん、ラーメン屋さんをやったことがない、うんうん、だから僕ジュアンさんがあの何もせずに開業されたって最初聞いてうわもう若いからできるんだなとかって思ったんですよ若いからですね、うん、逆にですね、その年齢がある程度いってたじゃないですか、はいはい、そこでまた何でしょうね、働きに行くっていう、うん、うん、なんかそれもなんかすごいというか、うん、もうちょっと若ければまあどっかで働いてから準備してやろうってなると思うんですけど、うん、まあ、ある程度年齢もいってるじゃないですか、うんうん、なんでもうこっからの1年2年ってやっぱもったいないって考えちゃったりとか、はいはい、あとこの年齢からもうなんか誰かになんか使われるのはあの嫌だとかなんかそういうのもある気がするんですよ、はい、僕ねそれ一切ないんですよね、なんかこうウキウキするんですよその例えば今までまあサラリーマンでしょ、うん、そしてまあ休みの日とかにはできた、うん、することが毎日できるわけじゃないですか、うん、でまあ少なからずそれを僕は教えてもらう側としてそういうオペレーションとかね、うん、と学びたいから行くわけだから、うん、そこにねあんまりないんですよ。あの砂田さんのあのもう入ってきた時52かな過ぎですよね、うん、いやあの謙虚さっていうか素直さっていうか、うん、どっから来るんだろうと思って、うん、でまあ今までもあの僕より年上だったり40代の方を何人か雇ったことはあるんですよ、はい、でも結局もうほとんどダメだったんですよ、うん、やっぱりもう40年とかもう過ぎちゃうと、うん、はい、もうある程度頑固さだったり、ラーメンのことは知らないんだけどなんか意固地になってて、うん、なんかこうラーメンと人生を計りにかけちゃう感じでしょ、はい、そうすると人生で俺はみたいな、そうそうそうまあ結局やっぱりうちと会わなくて辞めてったりとか、まあ、辞めてもらったこともあったりっていうことが多かったんで、はい、うんうん、まあね、まあうちの、まあ、採用担当の横山とかと話してて、うん、もうすご
さんってすごいよねみたいな話、本当に在籍してる時から僕も聞いてみたいんですけど、52の親父とかを取ろうと思ったきっかけって何ですか、うん、僕最初はジョナさんに確かメール、渡辺スタイルの、ホームページからなんかメールで、はい、メール来ましたね、だったんですよ。そしたらジョナさんからちゃんとメールが来て、ジョナさんから来るんだ、はい、あのメール全部僕のところに来るんで最初のメールはもちろん僕が返していて、で、あるんですよ、まああの、問い合わせメールかな、うんうん、問い合わせメールで、まあ、あの働きたいですっていうようなメールがたびたび来るんですけど、あのメールの文面がだいたいちゃんとしてないんですよ。はい、あ、なんかすごく分かります、分かります。それに対して砂田さんの来たメールがすごくちゃんとしてたんですよ。でその時に最初のメールちょっと年齢書いてあったかどうか覚えてないんですけど、はい、まあそのメールをそのまま横山に転送するんですけど、うん、もうすごいちゃんとした文面ちゃんとしたメールだから多分この人いけるんじゃない、ちょっと面接してよみたいな感じで、まあ、転送をしてるんですよ、はい、でまた年齢は書いてないですね。で、まあ、横山がまあ面接をして、で多分まあ見た目も若いじゃないですか、あ、まあそうだね、多分年齢に言われなかったら多分マイナス5からマイナス10ぐらいでもいけるんじゃないかなっていう感じがするんですよね。で、まあ、そういうのも含めて横山がまあちょっと年齢いってるけど多分大丈夫だと思うって言って、まあ採用したっていう、うん、ラーメンをやろうっていうので、うん、なんであの渡辺スタイルで働こうって思ったのかっていう、はい、それは、2つあります。で1つは最初にやっぱり衝撃を受けた三春、うん、で三春の味を作ったジュアンさんっていうのがあって、うん、で あそこそれ僕にとってラーメンとの接点になるきっかけの人っていうのが1つと、うんうん、あとはその当時あの池袋で鍋ラボをやってましたね、はい、であれが僕にとってはすごく興味があって、うん、やはり地方のものを、うんうんうん、地方のラーメンを東京に持ってきて、うん、あこれいいな、すごくその地方の味をど持ってきてどうやってやるんだろうっていうこともすごくありだったんです、うん、で僕はその一つのラーメンしかやってないところで修行するっていうのは僕にとっては思った、まあオペレーション勉強するつもりだから別にいいっちゃいいんですけど、うん、別な楽しみとしては、うん、やっぱりそういう他のいろんな味をどうやって再現してまた東京へそのまま持ってきてるんじゃないしなっていうのがあって、で、あここを切り取ってんだなとか、うん、でそういう多分その辺勉強できるんだろうかなと思って、あでその2つですね。うちに入るときには、はい、自分でお店やるときに白川ラーメンをやろうっていう気持ちはあったんですか？ないです。あ、その時まだないんですか？全然ないです。あ、じゃあまだその時点では自分でやるものは白紙の状態で、はい、もう自分が体力的にこうかましたりしてるやつは無理で、うん、無理だなと思ったのが僕渡辺スタイル入ってからなんですけど、なるほど。入って2日目、3日目でもうダメかもしれないって、まあ、その時に固く誓ったんですよ。もう、はい、自分がやる時はもう絶対そういうかますとかそういうラーメンはダメってああいうものは食べるものだな、食べるもの作るものじゃないなっていうね、50過ぎた親父が、まあ、作るものではないんだっていうのを感じました